岩礁の霊岩礁に集まる魚岩礁とは、主に海で水中に隠れたり、水面上にわずかだけ姿を現している岩。海底は一般に大きく分けて、砂からなる砂地と岩盤でできている場合とがある。砂地や砂浜は、通常川から流れ込んだ砂が、潮流、地形、風向きなどによって溜まったものであり、岩石質が長年のうちに波によって削られ形成されたり、 岩盤が隆起したりしたものが岩礁である。砂地と岩礁では、生息する魚種や海藻、その他生物などに大きな違いがあり、一般に岩礁付近は良き魚場になっており、ウニ、サザエ、昆布わワカメなども豊富である。水深の浅い場所に存在する岩礁は特に暗礁と呼ばれ、航行する船舶にとっては座礁の恐れがある、ため非常に危険である。このため、 海図では、闇岩、荒岩、間出岩が区分され、それぞれ各記号で表記される。海釣りでは、干潮時でも水面下に沈んでいる状態の岩礁を、特に、しもりと呼び、高ポイントとされる。岩礁地帯には特にネウオが多く生息し、潮流も複雑で魚の餌も集まりやすい。また、底引き網などで乱獲されにくく。 幼魚が身を隠しやすいため魚類の格好の産卵場所になっており釣り人に好まれる。ただし、寝がかりなども多く釣りにくい。遊魚船などもこのしもりの周りに多く集まる。ありがとうございます。